アットマン釣り機構へようこそ。ということで今回もやっていこうかななんて感じなんですけど、知り合いの方からいただいたサゴシを刺身にしようかななんて思ってやってるんですけど、まずは頭を落とすとこですかね。もう血抜きとか内臓とかは釣った方がやってくれましたので、もう処理は結構終わってるって状態ですかね。あとはもうこの頭切り離してそういうぐらいでしたね。いや、なかなかいいサイズですね。さあ、頭落としたんで次は3枚におろしていこうかななんていう感じですね。いや、やっぱり包丁変えてからやっぱり切れ味がいいのでちょっとさばきやすいですね。あとサゴシは鱗がないので鱗を取ったりする手間もなかったんで調理すごいしやすいですよね。ただ切り方もちょっと最初の入りのところちょっとノコギリのようにギコギコやってしまうのがちょっと微妙かもしれないですね。さあ、半身いけたんでもう半身ですね。魚も数さばいてこの3枚おろすのももっとうまくなっていきたいもんですよね。うまいこといけたかななんて思ってやってたんですけど、切った後ポンと白身の方を向けたらやっぱりまたちょっとギザギザした感じになってたんで、もっとスッと綺麗に線を引くような形で切らんとあかんのかななんて、また次回さばくときにはその辺も注意しながらさばこうかななんて思います。まあでもそれでも最初の頃から比べたらだいぶ良くはなりましたよ。さあ、とりあえず3枚におろせましたんで、腹骨っていうんですかね、とりあえず腹骨をすくうような形でちょっとやってるんですけど、ここの腹骨すくんが難しいですよね。ちょっと身をちっちゃくしすぎてしまうような感じになってしまうんで、それから中骨っていうんですかね、とりあえず中骨を今ちょっと処理してるって感じですかね。皮の処理が下手くそですね。ところどころしっかりと切れてないところがあったみたいですね。さあ、とりあえず柵にしたんで、僕はちょっとガスバーナーがないもんでちょっとガスコンロで皮を炙ろうかななんて感じでやってるんですけど、やっぱ火力が弱いからなかなか。さあ、とりあえず皮も炙り終わりましたんで、あとは切りつけて盛り付けってとこですかね。ちょっと火力が弱かって炙りが弱いなと思ってちょっと長時間炙ってたらちょっと白身のとこまで若干火が通ってしまいましたね。さあ、盛り付けって感じなんですけど、やっぱりなんかお寿司屋さんのように綺麗には盛れないですよね。でもまあ見た目悪いですけど、さあ食べましょうかね。もうオーソドックスにわさび醤油でこうかなって感じですね。いや、美味しそうですね。美味しい。さあ、二口目もいってみましょうかね。やっぱり美味しいですね。あと残った身に関しては焼き魚にしました。ということで今回はこれで終了しようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。